はい、こんにちは、海坊主です。今日もこのザ・ハンターゴール・オブ・ザ・ワイルド、こちらの方を進めていきたいと思います。で、今日はね、前回のクエスト、まあメインミッションの続きですね。この崖に向かって、崖の上にラペリングロープを固定する、こちらの方を進めていきたいと思います。ちょっとね、もう夕方になってたので、まあ早朝5時にしてみました。それでは今日も行きたいと思います。もうそろそろ夜明けですね。はい、じゃあそれでは出発したいと思います。本日もよろしくお願いします。で、今回もね、 ATV を使わないで徒歩で移動したいと思います。多分ね、周辺にはね、この間見たその平原バイソンとか、そこら辺がいると思います。あとはエルクですかね。ちょうど夜明けですね。多分こっちの方から太陽が昇りそうです。大体この時間帯結構綺麗なんですよね。夜は夜で星空が見えたりとかもするんですけど、いいですね。はい、徐々に明るくなってきてます。で、このマップね、気づいたんですけど、何が嬉しいって、雨がそんなに降んないんですよね。結構初期のマップって雨が1日のうち何度も降ったり止んだりを繰り返すんですよ。そんなの全然リアリティじゃねえだろって言うんですけどね。あと自分ヘッドホンでプレイしてるので、それが結構雨音がね、結構耳について嫌だったりするんですけど、このマップね、まだ1回も雨が降ってないですね。ってことはそんなにね、ちょこ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 降ったり止んだりを繰り返したりはしないと思うんで、そこはいいですね。平原バイソンですね。とりあえず無視しましょう。ちょっと距離ありそうですし、平原バイソンはね、何気にそのルアーが何も使えないんですよね。匂いアイテムとか、その呼び笛とか。まあその代わりね、移動速度がすごく遅いので、意外と結構追いついて仕留めることは可能ですね。で、今持ってるこちらのライフル、このレンジマスター338ですね、まあ、最強の銃ではないんですけど、平原バイソン殺すのには十分な威力を持ってますね。で、平原バイソンみたいなやつだと、そうですね、ソフトポイント弾よりもポリマーチップ弾の方がいいかもしれないですね。貫通力重視で。あんまりでも動物の気配がないですね。そのままなんか崖に行っちゃいそうです。平原バイソンですよね、多分。はい、じゃあ動物がいないんだったら、まあそこまでカットしたいと思います。次のポイントまでもうそろそろね、現地に着きますね。ちなみに動物の気配は一切なかったです。さっきのね、平原バイソンぐらいですね。もしかしたらこの周囲にはそんなにいないのかもしれないですね。足跡も見つからなかったんで。あ、ちょうど足跡ありましたね、ここに。まあ一応チェックだけしときますか。プロングホーンですね。はい、じゃあここに設置です。So listen, there might be a situation going on at the moment and I could really use your help to check it out. It's not just gold and silver mining that took place out here. Even more recently, there was a working uranium mine in the area. When the reserve was established, we took responsibility for keeping it safe. Anyway, the old uranium mine is very rarely a problem. But recently, it appears that one of our neighbors, a guy I went to school with actually, has been spotted camping out around the mine.His name's Bobby Joe Jefferson. He's normally just a nuisance, driving his quad bike around and setting up little shooting ranges with tin cans. He makes the deer and turkeys extra skittish, so the hunters hate him. Can you head over to the mine and see what's going on? He's allowed to hike and camp there, but I don't want him going anywhere near the entrance itself. はい、すいませんね。またちょっと音声が途切れてたみたいですね。自分の声は入ってるけど、ゲームの音声が途切れてたみたいです。
このね、オーディオミキサーのね、スイッチの切り替えをね、忘れちゃってたんで、申し訳ないです。またですね、同じミスを結構繰り返してます。で、今度は、新しいミッションですね。ラペリングロープの設置が終わったんで、デンジャラスリアクション。ウラン鉱山に行くことになりました。ウラン鉱山をやって、まあ、調査することですね。標識を立て直す。この、古いウラン鉱山で、近くにキャンプを張ったらしい。何かバカなことをしでかさないとも限らない。しっかりとした大人の監視が必要なんだ。ということらしいです。じゃあ、とりあえずね、マップでちょっとおおよその位置を確認してみましょう。ああ、結構遠いですね。さっき薄くなんか明かりがついてたところは、要はあれだったんですね。ここのラペリングのあれだったんですね。で、今度こう行くところはここなんですけど、そうですね、その前にちょっと監視所に先に寄ってから行きましょう。監視所行くことによってね、周囲の地形もね、把握できるので、ちょっとうまく、これでいいや。はい、じゃあこっちに 1.1 キロちょっと。ちょっとだいぶ傾斜がきついんですけどね。まあ向かってみたいと思います。多分登れない山だとは思うんで。登れる山だと思うんで。はい、じゃあ向かってみたいと思います。動物がね、ここら辺いないんでね。またいなければ、いるところまでカットしたいと思います。はい、そろそろ日の出ですね。相変わらず景色がいいですね。抜群のロケーションです。湖も見えますね。多分最初に行った湖があそこですね。だいぶ歩ってきました。こっちの方も高い山があります。すごい急坂なんですけどね、頑張って今登ってってます。これ以上なんか登れなそうな気もしなくもないけど、はい、じゃあどんどん頂上を目指していきたいと思います。はい、さらに登ってきました。もうそろそろ本当にあの山から太陽が出てきそうですね。だけど何気にまだまだ山頂っていうかてっぺんまでは行ってません。結構急座がずっと登ってきてますね。はい、太陽がちょうど出てきたんですけど、雲で隠れちゃいましたね。こんな感じです。周囲の山が一望できますね。でもうほぼほぼ山頂まで来ました。ようやくあと監視所までね、500メートルを切って、450メートルってところですね、今のところ。いやー、結構大変でしたね、ここの坂登るの。ただね、動物は一切いないです。趣味にもいいのかな、ここら辺。どうでしょう。でも、ここまで登ったのに、結局下るみたいですね、ここから。若干。あー、いいですね。でもちょうど雲で太陽が隠れてます。目の前にもね、結構雲が広がってきましたね。あ、太陽出てきました。いいですね、この日の差す感じがいいですよね。ほんとこういうところはこのゲーム綺麗だと思います。あ、でもね、せっかく太陽が出たのに雲に隠れちゃいましたね。はい、じゃああと 300m 進んでいきましょう、監視所まで。あ、うっすらと見えましたね。でも何気に目的地のウラン鉱山までね、まだ 1.6 キロあるんですよね。だいぶ長いです。このとマップのメインストーリー、メインミッションは移動が長いですね。まあ逆を言えばね、その間ね、徒歩で行けばいくらでも動物を狩れると思うんでね。まあ追っかけてると結構下手したら 400m あさっての方向に行ったりとか、そういうこともあったりするんで、時間はえらくかかったりするんですけどね。この季節設定は今いつ頃なんですかね。まだ雪が山に残ってますから、ちょうど春から夏にかけてぐらいなんですかね。はい、監視塔が見えてまいりました。景色も大したもんだと言ってます。確かにそうでしょうね。こんな
なとこ一応ランタン置いてあるけど、しかも明かりがついてるランタンって誰が置いたんだよって話ですよね。あーもったいねえな、雲がなければすげえ綺麗だっただろうにな。そうですね、ここにアウトポストがあるけど、まあここは後で行きましょう。とりあえずは次の目標はここですね。ここに何かしらあるんで、まあ経験値にもなる可能性があるんでね、とりあえずそういうところは積極的に拾っていきましょう。はい、じゃあそれではまた中間地点に目指して出発ですね。おお、落ちた落ちた、危ない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 、あれで俺一回死んだことありますからね。はい、じゃあ次はこっちに 800m ですね。この歩道沿いに進んでもいいんですけど、あでも遊歩道はマップ上に出てないですね。まあじゃあもうダイレクトに向かっていっちゃいましょう。どこ行くか分かんないんでね、あの遊歩道、何かしらの動物が出てくれると思うんですけどね。はい、それではまた、じゃあ動物が出るまでカットしたいと思います。はい、目的地まであと 120m ですね。まあ目的地の中間点ですけど、一切動物の気配なかったですね。足跡すらねえやって話で、ここがね何なのか分かんないですけど、もしかしたら狩猟小屋のね建築ポイントかもしれないですね。水辺が近いのでね、この先は多分動物はいるとは思うんですけど、まだハテナなので何があるか分かりません。ああ、やっぱり狩猟小屋の建築ポイントですね。お、七面鳥がいましたね。ここはどうなんだろう、見通しがいいのかな。お、いましたね、ちょうど。ミュール鹿ですね。ちょうど 300m。ここはちょっと立ててもいいかもしれないですね。あれ、建築、あったあったあった。はい、とりあえず、小屋を設置しました。こっち、メイン向いてるけどね。300m か、ミュール鹿。とりあえずは 300m か。この銃だとね、多分弾がね適正外なんですよね。なんで、でこっちの銃ですと多分ね射程がねそんなないんですよね。ライフル弾の方でも射程が 150m が多分いっぱいいっぱいだったはずなんですよ。そうですね、有効射程 150m ですね。試しにちょっと撃ってみますか。お、仕留めましたね。有効射程を超えてたのに仕留めましたね。で、狩猟小屋をね、使う、まあ、メリットとしては、まあ、やったことある人だったらわかるかもしれないですけど、狩猟圧をね、大幅に抑えることができるんですよね。まあ、それによってね、その、同じ場所で何度も狩りができやすくなるというところです。まあ、周囲にね、もしかしていたとしてもね、今の銃声で多分軒並み逃げてってるんで、今のところとりあえずはその倒した獲物のところに向かいたいと思います。
はい、現場に到着しました。やっぱ水辺が違うのでね、ここは休憩ポイントみたいだったですね、このミュールジカの。ってことはあそこのやっぱ狩猟小屋はこの休憩ポイントが視認できるポイントなので、このミュールジカを狩るのにちょうどいいかもしれないです。お、ゴールド評価ですね。あ、ギリ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  300m 届かなかったですね。で、首の骨を当てることによって一撃で仕留めることができたみたいです。はい、じゃあそれでは向かっていきましょう。ヒューマがいるらしいですね。はい、じゃああと1キロ歩いていきましょう。まあ水辺が近いのでね、結構この先は動物を見かけることがあるかもしれません。